ベログラト地区要塞ベログラト地区要塞とは、カレトという呼び名でも知られている、ブルガリア北西部に位置するベログラト地区にある古城である。地域を代表する文化的、歴史的観光地であり、付近に存在する祈願とともに、この地を訪れる旅行者の主な目的地となっている。ブルガリア国内で最も保存状態の良い,い城塞建築の一つである。厚さ約2メートル。 高さ約12メートルの城壁を持つ。木内は3つの車に分けられており、それぞれ城門によって結ばれている。要塞全体では約1210平方メートルの面積を有する。この地域の祈願群は防御面で天然の要塞となっており、城壁は要塞の南東部と北西部にのみ建てられている。城の中庭は高さ70メートルに達する岸壁で囲まれている。 要塞は文化的移行と宣言された後に地元の歴史博物館によって修復が行われた。この地に最初の要塞が建造されたのはこの地域がローマ帝国の一部だった時代であると考えられている。当初は監視用のもので厳密には防衛用の城塞ではなかった。14世紀になるとブルガリアのツァールであったイヴァンスラツィミルがこの古い城塞を拡張し、 守備隊を置いて要塞化した。これが現在の要塞の直接の前身となった。イヴァン・スラツミルの寄生中、ベログラト地区要塞は、シュフビディン・のババビダ要塞に次ぐ、最重要の要塞の一つとして扱われるようになった。その後1396年にオスマン帝国軍の攻撃を受けて占領された。オスマン帝国はこの地域でのハイドゥクのような、 判断勢力の鎮圧を進めるために要塞をさらに拡張した。19世紀になるとさらなる変化がもたらされた。それはこの時代のオスマンの典型的な建築術を用いて全面的な改築が実行され要塞はさらに拡張された。特徴的なヨーロッパ風の衣装はこの拡張に参加したフランス人とイタリア人の技術者によって付け加えられたものである。 1850年にはベログラト地区の反乱が発生し、要塞はその鎮圧に重要な役割を果たした。1885年にセルビアブルガリア、コルトフォートレース、ベログラト地区、2014年12月11日閲覧。ありがとうございます。